はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらですね。はい、妖怪ウォッチのプラモデル、ロボニャンです。はい、これはですね、先日紹介したこちらのジバニャンと一緒にですね、発売されたものですね。これだね、ジバニャンね。可愛かったね、ジバニャンね。今回はこのロボニャンを作ってみましょう。ロボニャンはジバニャンが、ロボット化したやつだよね。未来から来たんだよね、これね。未来から来たんだよ、ロボット、ジバニャンのロボットがロボニャン。そう、ロボット化しちゃったんだよね。しかも結構強いよね。うん、じゃあ開けようか。チュキンチュキン。よし、行くよ。おお、あ、一緒だね。うん、まあ目とか、うわ、ジバニャンと同じような説明書が入っておりますね。うん、よし、じゃあ組み立てていこうか。うん、あー、これ今回はこのそんなにないね。うん、パーツはあんまりないね。はい、ということで完成しました。こちらがロボニャンですね。うん、ロボニャンボーって飛んでんね、これね。うん、いいじゃん。うん、職業はジバニャンと全く同じだね。そうだね。で、ロボニャンの方は口がね、開くようになってます、ここがね。うん、それで何こいっとこみたいな感じでね。で、あと腕がこんな感じで動きますね。うん、あと取れて顔もこうだね。うん、ジバニャンと比較してみましょうか。うん、やっぱりジバニャンがロボット化しただけあって、耳の掛け具合も一緒だね。ちゃんとさ、ところどころあれだよね、こうネジの跡があるよね、これね。ネジがね、ロボットっぽいよね。ロボットっぽい、っていうかここ開くんだよ。後ろがこんな風になってるね。うん、ジバニャンと全く同じ。で、ロボニャンの方は顔が変えられないね。うん、うん、この一パターンだけ。ただ目の表情は変えられますね。うん、シールですね。あと、ロボニャンはロケットパンチができるね。こんな感じだね。うん、それで、ロケットパンチするときはこういうんだよ。ロケットパンチ。じゃあ、ちゃんやってみる。なんかジバ&ロボってやってみる。なんだこれ。やめとく。でもジバニャンとロボニャンはなんかいいね。そうだね。うん、これさ、今度あれが出るんだよね、ブシニャン。うん、ブシニャンも買いたいよね。うん、あとコモさんとかもね。ジバニャンとさ、ロボニャンって一回さ、対決したよね。うん、ね、いろいろ対決したけど結局さ、ロボニャンの方が強かったよね。うん、っていうかさ、ジバニャンね、この戦って百裂脈柱やっても、そうだね、にゃ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 、痛いってなっちゃったんだよね。痛い、手フーフーしてて、そうだったね、すごい面白かった。うん、で、今回のプラモデルなんですけども、このね、宝石ニャンが当たるキャンペーンやってるんですよね。うん、222体しか当たんないみたいなんで、これ一応応募してみよう。うん、当たるといいね。トッパニャンとかいいんだよね。そう、トッパニャンとかエメラルニャンとさ、サファーニャンとかルビーニャンとか、そう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 、いいんだよね。もうメダルになってんだよ。これが当たるみたい。うん、222体。うん、はい、ということで今回はバンダイのプラモデル、妖怪ウォッチロボニャンでした。